競技予選、残すところ5組となりました。選手の紹介です。千葉県出身、村井隆一選手です。最高グレードオンサイト 12C、 レッドポイント 12B です。山口国体少年男子リード優勝、岐阜国体少年男子リード第2位の成績です。最近までリードはほぼやっていませんでしたが、久々にやった時にとても楽しく感じたのです。失礼しました。選手のご紹介をします。広島県出身、中野実選手です。最高グレードオンサイト 13C、 レッドポイント 14D です。過去の大会での主な成績です。2015年 IPSC リードワールドカップ、フランス第2位、中国第8位、スロベキア第7位です。完走を目指します。頑張れ頑張れ。